トルコ人が入ってきましたのは、はい、奇跡の経済復興をしてた当時ですよね、はい、一番最初はイタリア人スペイン人が入ってきたんですけど、はい、彼らはお金を儲けましたら、うん、国に帰っていったわけですよね、はい、それがその後トルコ人が60年代の終わり頃に入り始めて、はい、それ70年代の初めそこで石油ショックになって、はい、だんだん職がなくなって景気が悪くなってきたんです。それ失業者が増えてきたんですけれど、で、まあ、で出稼ぎ労働者っていうのはあまり必要なくなってきたんですけれど、はい、彼らは帰らなかったわけですね。やっぱりイタリアみたいにこう、うん、国が豊かでなかったもんで、うん、それで残っただけでなくて、そこでどんどん親戚、家族親戚を呼び寄せるみたいなことになって、どんどん増えていっちゃったわけですよね、うん、それで私がいつも外国人問題で思うのは、うん、反対してるわけじゃないですよね、うん、私は別に入れてもいいんですけれど、入れる前によく考えなきゃいけないと思うんですよ、うん、で何が一番問題だと私が思ってるかと申しますと、うん、教育問題なんですよね、うん、で今先ほどメイさんがおっしゃったのは、一人中国人が来ると、うん、おじいちゃんおばあちゃんが来ますよっておっしゃったんですけれど、うんうん、私が思うのは若い人たちで今例えば労働力として入ってきてくれる人たちっていうのは必ず子どもをそのうち産むわけですよね、うん、そしたらその子どもを公立の小学校でやっぱり受け入れなくてはいけなくなる、うんうんうん、そしてドイツもそういうふうになってたんですけれど、うん、その受け入れたところでこうそのトルコ人っていうのはあまりこう同化しようっていうのがありませんでしたから、うん、イスラム教ですしね、イスラム教ですし、ですから例えば最初男の人が入ってきて働いてるお嫁さんをもらうんだったらば、汚れたドイツ人ではなくて清らかなトルコ人の女性をふるさとから連れてこようと、それで若いトルコ人のこうベールかぶったのを連れてきて、そしてドイツでそこで話と過ごすと、ドイツ語も話さないで住めるところがやっぱりたくさんあるわけなんで、特にベルリンなんていうのはもうトルコ人疎開みたいになってますから、うん、もうそこら辺一体もう八百屋さんからスポーツジムから本屋さんから何からもう全部トルコ語だけで過ごせるみたいになって、それでお家の中では衛星放送でトルコの番組を見てるわけですよ、はいはい、そうするとそこでそれでトルコ人ですからたくさん子供を産むんですけれど、そうするとその子たちは全然ドイツ語を喋れないまま学校に行くってことになるわけですよね、うん、そうするとそういう地域の公立の小学校っていうと、もうこれは多分日本の方たちには信じられないと思うんですけれど、一クラスがほとんどドイツ語の喋れる子がいないみたいな地域もあるわけです、うん、はいはい、一緒に日本国内今全部外国人の子供さん、例えば中国人今 の研修生とか、それが中在園の子どもさんが小学生か中学生合わせて外国人の子どもさん2万以上おりますよ、はい、みんな学校入ったら先生の話授業は分からない、それ今日本政府これからまたお子さんのためにまた学校の日本語、うん、英語、中国語できない先生、また先生育てないためでしょう、うん、国負担ものすごいですよ。それでドイツの場合はそれで小学校、ね、まあ、教育制度が日本とちょっと違うんですけれど、小学校4年生でその後3本に分けてしまうんですけど、その一番ABC とまあ言いますと、その C の学校のところにやはりそういう言葉のしゃべれない子だとか、あと落ちこぼれた子だとか、そういう子が集中しちゃって、それで学校崩壊の原因になってきて、でそこのところ の子どもたちが今度犯罪に走ったり学校途中でやめちゃって、要するに義務教育さえも終わらずに社会にこうなんかこうどっかに漂っちゃうみたいな、そういう問題が非常に多くて、ドイツの学校の問題というのはもう今すごく大きいんですね。で私はそういうふうなことをまず考えて、外国人を入れるんだったらもう本当に10年15年で必ずその問題が起こりますから、今は学校、日本の学校の先生はまだこう一生懸命両親で対応しようと思って、うんうん、こうその子たちだけ補習授業してあげたりとかって、そういうふうに対応してると思うんですけれど、それでは
もう絶対やっていけなくなると思うし、うん、そうなってくると今度あそこの学校には外国人が多いからうちの子は やらせてこないとか、なんかそれ、うん、格差に、格差になってくると思うんですね、はい、うん、で私が今いつも思うのは日本というのは本当にその格差とか階級のない社会だったから非常にこう反映した それが一つの原因だと思ってるんですね、うん、それであのここで今日あのサービスを受けてこのお客様は神様ってなってても、うん、その人が次明日は自分の職業で他の人にサービスをしてるっていうすごくこう持ち回りの王様、うんうん、神様が持ち回りになってる、うんうん、すごくこう平等な世界だったのに、うんうん、の例えばドイツだとかヨーロッパだと、うん、ある一定の人たちはずっとサービスをしてる、ある一定の人たちはずっとサービスをしてもらうっていう格差がはっきりしてるわけです、うんうんうん、で私そういう社会になってしまうと、うん、あのいろんなところで問題が出てくるんですけど、何が問題かと言いますと、一番最初のその労働者で入ってくる人たちっていうのはね、それはそれなりに例えばあの低賃金で働いていようが何しようが自分の国と比べれば私はなんて恵まれているんだろう、なんてちゃんとお金が稼げるんだろうってすごくこう納得してきてると思うんです。だからタコ部屋のようなところで働いているとしてもそこで稼いだお金っていうのは国で稼ぐ何倍だっていうそういう納得で一応満足してると思うんですけれど、その子供になってくると自分をその親の祖国とは比べないと思うんですよね。だから例えば教育問題がいいと、あ、教育、いい教育を受けられるとか、あといい医療を受けられるとか、あと何でしょうね、社会福祉だとか、そういうのはもう当たり前のことで、それであのよく考えてみると自分はよそのそのここの国の人たちからは差別されてるような気がするとか、そういう被害者になってるんですね。不満ばっかりがこう出てきて、それでこうその国のに対するその憎悪だとか反感だとか、そういうのが育ってきちゃうような気がするんですね。それがあの一昨年 あのフランスの暴動ですね、はい、ああいうのにつながったんだと、ね、ですからそこのところをちゃんとやっとかないと移民を入れるとかっていうのは非常に後で日本人にとっても入ってきた人にとっても不幸な状態になると思って、うん、実は冷たさこそが、ね、人権を守り権利を守ることなんだということがすっぽり抜けてるんですよ。で実はあの、まあ、今カイブさんがおっしゃったこともですね、あの日本が労働力が足りないからということで、まずブラジル、日系ブラジル人を入れましたよね、うん、その時に労働力が足りない時に入れたのは労働者なのか移民なのかということをはっきりさせなかったんですよ、うんうん、で子どもの教育は何で起こるかというと移民になっちゃうからなんですよ。労働者であったらその問題は起こらないんです、うん、で私これも前から言っていくんですけども、労働者として受け入れるならばいいと、その条件はですね、最低年に年間の4分の1以上本国に返すことです。必ず毎年返すんですよ。だから単身赴任、結婚の禁止、妊娠出産の禁止ですね、うん、で妊娠出産したら必ず脱退して本国に帰ってしまって、二度と入国は認めない、うんうん、こういうことを やったらね、労働力として入って稼いでいいですよと、うん、で本国に送金していい、うん、で送金するようなインフラも日本が政府が提供しましょう。例えばそれ郵便貯金に置かしておいてね、うんうん、で本国に送る、ね、送金費用は日本が政府が払ってあります、うん、でそれを相手国に対する ODA に上乗せすればいいんですよ。 ODA に費用として認めればいいんですよ。そういうやり方をして厳格に外国人を管理するということが実はお互い幸せな道なんですね。それをしないで移民と曖昧な形で入れるでしょ、多文化共生とか言ってね、そういうことをするから結局末端で圧力が起こってくる。でその今トルコにいるドイツにいるトルコ人にしても、一体自分子供たちは一体自分は 何人だってことになるわけですよね。トルコ人ドイツ人も受け入れないでしょ、トルコ人もドイツ人になりたくないでしょ。しかしドイツに行ってトルコ語をね、ドイツ語は分からない、ドイツ語が分からなかったら当然ドイツの中でちゃんとした職業につけない、うん、なんか疎外感が出てくる。それは日本に今いる外国人の子どもたちもそうですよね、日系ブラジル、うん、フィリピン人の子どもたちってそうでしょ。ああいう問題が起こってくるわけだ。あそこに冷たく返せばいいんですよね。まずそもそも結婚したこと自体が間違い、子どもを連れてること自体が間違いなんですから、うん、そういうことをしてなかったということがね、あの本当に大きなお互いの不幸をもたらした、うん、北朝鮮、それにね、北朝鮮の人たちが、席の人が、私は総連にね、返せと、どうしてこんなことやったんだっていうね、キム・ジョンイル認めたじゃないかと、拉致をやったことをね。で彼ら何もやらないですよ、運動。総連に対して自分たちは北朝鮮のね、親戚もいるし、あそこはふるさとを持ってるけども、なんでそれをやらないんだと、
金正恩を非難しろと、うん、そういう運動をやるなら分かりますよ、ごちゃごちゃにしちゃいけない、うん、朝鮮人だからダメだとかね、そういうことじゃなくてね、こういうことをやった国家、主権侵害をした戦争行為をやった国家に対してはね、やっぱり私はあの北朝鮮籍の持ってる人たちにはね、厳しくやらなきゃいけない、あなたたちは何もしなかったじゃないかと、日本に住みながらね、排外主義じゃないんですよ、そういうことやったら一緒に連帯できるじゃないですか、相互主義です、そうです、日本のこと日本人決めるから、外国人一切考えありません、ね、あのさっき手さんおっしゃったようにね、一番問題なのは日本人ですね、まああのこの問題はね、やっぱりあの日本の文化の問題でね、あの外国の人と本当にきちんと付き合わなきゃいけない、その時ルールをきちっとしとく、うん、それでやっぱりある種の排外主義みたいなね、チナ人だからダメだ、もう朝鮮人だから全部ダメだみたいなね、こういうことだけは避けなきゃいけないと思いますけれども、あまりにもそれをね、あの助長するような反日分子というかですね、こういうものがいるってことと、もう一つはやっぱり入り口のところできちっとルールを決めて、あのお互いに納得できるね、あのところで日本に来てもらうと、あるいはそのここにいる人たちにも納得してもらうっていうことが大事じゃないかなと思いました。